Tell me news today. So thanks for watching today. And we're going to do an online interview with one of our clients on the way in Kyoto. So can you hear me? Yes. Thanks for having me today. So thank you too. All right. So could you tell us about your company? Yes. 約半世紀、京都でお素材を製造している会社です。現在は、まあ、去年から新ブランドとしてオーガニックプラン、ビーガンに特化した添加物とか一切使用してないビーガンのお惣菜とかを製造、ネット販売を中心に始めてます。 I see. So what makes you, produce vegan food? そうですね、やっぱりもともと私がローフード、ビーガンの勉強をしてまして、なるべく、まあ、そのやっぱり消費者の方に健康で添加物一切使っていない、そういう体にいいもので、しかも、まあ、環境とか動物の動物福祉にもいいものを作りたいなということで、ビーガンに特化した食品を製造しています。 I see. So what makes you purchase Tomin? もともと社長の、まあ、ご家族の方が知り合いの方からTomin のお話を聞いて、すごい面白いこういう、まあ、機会があると、でそれで一度実験に立ち会わせていただいて、その時にお刺身とか、まあ、果物とか実験をさせていただいて、まあ、食べさせていただいたんですけど、その時にもう全然変わらずにすごく美味しかったので、これからは、まあ、できるだけ食品ロスを防ぐためにも、まあ、冷凍できた方がいいということで、はい、取り入れさせていただきました。I see. So what kind of vegan foods do you produce for now? 現在は大豆ミートを使ったハンバーグとかポタージュで、あと今後、近々はビーガンのマヨネーズとかバーベキューセットとかが販売する予定になっています。 So can you tell us how or to whom do you sell your products? そうですね、できれば、まあ、ビーガンの方だけではなくて、やっぱりお子様がいらっしゃるお母様とかに、まあ、なるべくお子様の健康とか、まあ、体にいいものとか、そういうものを少しでもちょっと興味を持っていただいている方に、はい、おすすめしたいなと。で、ネット販売で、まあ、個人の方にも幅広く興味を持っていただけるように進めています。I see. So how about your clients' impression toward your frozen vegan foods? 知り合いの方が買ってくださったりもあるんですけど、結構ビーガンの方もやっぱりインスタとかで発信をすると興味を持っていただいて、すごく味がしっかりしてて美味しいっていう、はい、結構好評はいただいてます。But can you tell us the difference between Odin freezer and Tomin? I mean, in freezing quality?普通の冷凍だとハンバーグとかもちょっとこう大豆ミートなので肉汁っていうのはないんですけど、ちょっとこう水が出た感じに、その解凍した時に少し水が出た感じとかで、その蜜とかも冷凍のその開け閉めによって多分温度が変わったりがすることで、ちょっとこう離水したりとかがあるのが、それがもう全くないんで、はい、それは本当にすごいですね。Can you give an advice to whom consider to purchase Tomin? 特に、まあ、スイーツでも実験させていただいたんですけど、普通に私は今まで冷凍したりもしてたんですけど、それがもう全然違うので、スイーツ系とか、まあ、そういう調理したハンバーグとか唐揚げとか、まあ、そういうのもいろいろ実験させていただいてるんですけど、あまりそのお野菜がメインのお料理よりは、そういうものはもう全然変わらずに、本当に日持ちもするので、かえって味がしっかりする感じもするので、はい、結構飲食店の方とかもおすすめですかね。 Alright, so that's all for today and thanks for the interview today. ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you. So you can find the Onuwi's online shop from the link below, so please check that out. 冬眠に興味があるんだけど問い合わせるまではいかないなという方は、冬眠フローズの EC サイトをぜひチェックしてみてください。トーミンやトーミンミニを使っている全国のトーミンオーナーさんたちが作った冷凍食品を販売しています。パック方法や解凍方法、商品の仕組みなどご参考になると思います。リンクは動画の概要欄からご覧ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。